で、STL がここにあるんですけども、STL の変換をどうやって見るか、もう簡単に見ましょう。簡単に、ここで定義します。STL の変換をここで見てください。はい。心電図というのは必ず基線があります。基線、T 波も基線から始まって基線で終わる。QRS も基線から始まって基線で終わるんです。T 波も基線から始まって基線で終わる。この真ん中に基線というものがあります。はい。ST 変化をここで見てください。S 波の終わりです。S 波の終わりが基線より上にあるか下にあるかです。今これは正常なのでここにありますね。S 波の上に乗ってます。必ず基線に戻ってきます。正常だと。必ず基線に戻るんです。なのでここで ST 変化を定義するというと S 波の終わりと基線の位置で見てください。もうここだけでいいです。素早く判断するためにはここだけで見てください。はい。じゃあ2つの心電図がボンと出ます。これはないですよね、はい、これどうでしょうか。まずこっち側、皆さんから見て左側基線がここにあります、ね、P 波も QRS もで QRS が終わって QRS からどうなってますか。 S 波の終わり、まあ、よくわからないと思いますけども S 波があるとしたらこの辺じゃないですか、ね、そのまま T 波につながっていってるんです。つまりこれ何が言いたいかというと SR の終わりが基線より下にあります。ST 低下です。一方こっちどうでしょうか。基線があります。SR の終わりどこにありますか。ぐーっと上がってないですか上に。はい。ここにあります。つまりこれは ST の上昇。ここだけで見てください。ここだけで、はい、問題の15です。これを上昇なのか下降なのかこの2つで答えてください。今回も動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。今回の動画があなたの役に立った、面白かったと言われる場合はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。もっと情報が欲しいよと言われる方はですね、動画説明欄の方にメールレクチャーの登録フォームを置いております。そちらから登録してください。メールレクチャーでは、谷口総司が配信するブログ記事、それから、動画、すべてを配信しております。またメールレクチャーの方でお会いしましょう。ありがとうございました。じゃあねー。じゃあねー。ほら。